あれいつだっけ、2月ぐらいだったっけ、1月か2月ぐらいだっけ、クリーニングしなきゃいけないって言ったらさ、歯のお前もう死ぬからやらなくていいだろって。クリーニングなんて。出てくるタイプじゃない。バーって。一週間で割れた。そういえば銀歯あの盗んでたじいさんがあの総売上3000万円ツイッターに書いてあったよ昨日。詳しく見てないけどさ、歯を盗んでたなんて。調べる？銀歯を100回ぐらい盗んだ。九大病院で窃盗容疑の歯科医師か。監禁した総額3000万。おじいちゃんじゃねえか。大学病院に侵入した歯科医師が盗んでいた。えんちゃんありがとう。なんか回復して伝えて聞いてるけどね。歯医者だから自分で換金できるんだろうな。俺ら一般人が銀歯なんか盗んでもさ、どこに売りゃいいのって話だけど。そういうことでしょ。両タッチじゃあれと。銀だからね。
両タッチョって名前を使ってるだけでしょ。バラバラ。ありがとうございます。